はい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 、日本全土にお住まいの皆様はね、日本にはですね、1700の地方自治体があるんですけれどもね、皆さんがお住まいのですね、地方自治体に我々が大騒ぎをしていたこの問題を公文書として、お届けする日がついにやってまいりました。何で騒いでいたの？外国人生活保護でございますよね。外国人生活保護のですね、大元になっているのはですね、この外国人だけに許された超特権、外国人だけの超特権、なぜか日本人には許されているのに外国人だけ許されている年金脱退一時金、年金脱退一時金、これこそがですね、外国人生活保護の大元だったんですよね。これはですね、やっぱり問題だよねと。これなんで問題かというとですね、これ外国人生活保護のですね、4分の1は地方自治体よ。皆さんよ、地方の財政からですね、出ているのがこの外国人生活保護なんでございますわよ。だからですね、これね、このままですね、外国人生活保護ですね、どんどん増えていったら、地方自治体がパンクするんですよ。で、北海道でさ、壊れた夕張でしたっけ？どこだっけ？夕張だったよね？確かね、間違ってたらごめんね。夕張みたいにさ、地方自治体が財政破綻、行政サービスがほとんどなくなるみたいな状況になるんです、このままほっといたら。当たり前じゃん。外国人生活保護ってどんだけの勢いで増えていってると思うんですか？こんなもん、いつまでも地方財政がですね、負担できると思いますか？できるわけがないんですよ。だからこれ何とかしなきゃいけない。地方から何とかしなきゃいけない。で昨日ね、2、3日前にね、すんごい動きがありました。ついにですね、このね、これはですね、この外国人生活保護の問題で、しかもその大元になっている年金だった一時金というのは、地方を壊してしまう大問題であるというですね、意見書をですね、この小坪信也がですね、こう出したんですよ。福岡県の湯川市で。したらですね、これがですね、見事採決されました。わかりますか？福岡県湯川市はですね、こんな制度をほったらかしにしておいたらですね、地方財政はぶっ潰れてしまう。その通りだ。この制度はですね、国にですね、何としても変えてもらおうじゃないかっていう意見書がですね、採択をされたんですよ。そしてこれがですね、つまりこれで公文書ね、高井さんの時にわーわー問題になったでしょうね、公文書になったんです。で、公文書になって、なんと1700あるですね、日本の全自治体だよ。全部の自治体に公文書として配布されることが決定しました。そして、この公文書にのっとって、これね、これは成功事例でございますから、しかもね、地方にとってはいいことしかない成功事例でございますから、1700あるで、地方自治体がですね、一気に動き始める可能性があります。まだわかりませんよ。一気にでも動く可能性っていうのは十分にあります。なぜかというと、地方にとってはいいことしかないから、当たり前じゃないですか。地方財政なんて、お前国と違ってですね、お前いつまでもさ、ジャブジャブお金なんか出せねえんだよ。お前、地方がどんだけ苦しいか知っとんのかとね、お前夕張なんか潰れたわ、潰れてないけどね、ごめんね、っていう話じゃないですか。ね、地方、この問題を放置しておくと、地方自治体から潰れていくんですよ。貧乏な地方自治体からどんどんぶっ潰れていくんですよ。これ間違いないんですよ。だからこそですね、この公文書ね、俺地方自治体の危機であるというこの公文書がですね、この1700の全ての自治体に公文書としてだよ。これすごい話だからね。公文書で配られることが決定したというのは、これはもう大ニュースなんでございますよ。ね、これでですね、これね、地方にとってはね、今の言う通りですね、もう乗ってくるしかないよね。乗らない意味はないんですよ。これ乗るしかないんですよ。乗った方がお得なんですよ。という状況の公文書が流れましたので、1700の地方自治体の時代、相当数乗ってくる可能性あるんです。で、これ相当数乗ってきたら、それは地方の声、国民の声として国会に届けられることがもうほぼ確定したのよ。これすごい話よ。どうも、闇の子さんでございます。動き始めましたね。動き始めたよ。これね、何の話かっていうのかちょっとわかんない人も入れちゃうと思うから、でもね、一からね、ゆっくりとね、説明していくとですね、はい、まずはですね、外国人生活保護っていうのはございますよね。ね、外国人のですね、で、日本に住んでいて、なんか、生活保護でね、税金でですね、暮らしてる人間が約4万世帯くらいでしたっけ？あるんでございますよ。その金額はね、毎年1200億円がですね、垂れ流し状態でございますよ。で、ある意味ね、生活保護をもらってるってことは労働しないってことでしょ。じゃあ、何のために日本に住んでくださってるの？税金で生活をするため。いや、それは日本というのはですね、珍しくですね、外国人生活保護が認められちゃってるというですね、不思議な国でございますよ。もう何十年もこの状態が続いてるんだよね。だからそれに甘えてるんじゃないですかという状況だったんだけど、それがね、分かんなかった。なんでこんな状況になってるのか、いろんな制度をですね、こう作っていった、その結果、おかしな状況が出来上がっていったというところだったから、何が一番の大元かっていうのはですね、よく分からんかった。で、それがですね、この間ですね、小坪信也がですね、2年近いですね、小坪信也、この人ね、この右側の人ね、が2年近いね、調査を経てですね、ついにたどり着いたのが、年金だった一時金、外国人だけに許された。そう、外国人だけに許されてるんですよね。年金だった一時金でですね、これがとてつもない勢いでですね、これね、これを利用、この制度を利用する外国人が増えていってると。ね。で、簡単に言うと、この勢いで、将来、外国人の生活保護もですね、増えていくんですよ。で、こんな風に増えていったら、何が問題なのか、地方財政がぶっ潰れるんです。と、さっき言いましたよね、外国人生活保護の4分の1はですね、地方が出してるのよ。地方が出してるんですよ。で、こんなもの
のにですね、貧乏な地方自治体がですね、いつまでも耐えられると思いますか？そう、地方自治体破綻するんです。どんな風になるのか、中国みたいになるのよ。今日ね、あのね、メイさんがね、みんな大好きメイさんがですね、これね、共有してくれてた、あの中国の地方の状況なんだけれども、見てみる、北京の複数の地区では、公務員に給料を支払うために、借金が必要な状態に、どういうことですかと。何ですか、それだと。で、日本に置き換えればですね、あの外国人生活保護、増え続ける外国人生活保護、将来的には1兆円とか2兆円になるんでしょうね。間違いなくね。あの資産で言えば、楽勝で超えていきますよ。ね。なるね、このね、外国人生活保護をですね、地方自治体が、我々から吸い取った税金でですね、を外国人に与えている。つまり外国人は税金で生活をしている。でもね、そんな地方自治体はいつまでも耐えられませんから、公務員の皆様に払う給料がなくなりました。じゃあ、借金だ。なんだそれと。まあ、地方自治体が借金できるのかどうかも知らんけれども、そういうイメージです。そういうイメージです。だからね、このままほっとったらどうなるのかという、いい未来がですね、このツイートに書かれておりますので、ちょっと読んでみる。北京のですね、これいきなり読めないぞ。順義区でいいのかな、はい。なんかね、首都国際空港センターの、中核地域や、昌平区かな、などの4つの区では、税収なね、税金がですね、足りないので、公務員の給料を払うために、外国系の企業の存在によりですね、高い税収があるですね、徴用区から借金をしなければならないありさまであると報道されています。北京以外ももちろん苦しそうです。江蘇省のですね、省都、南京市では5月の末に公務員への給与の支払いができなくなりまして、この状況が4ヶ月続いています。いや、こんなほとんど日本もこうなるからね。江西チワン族自治区のですね、慶林市、山東省っていうのかな、などのですね、地方政府でも公務員の給与が滞納されていると。2021年後半から公務員の給与削減のニュースが相次ぎ、賃金削減の波はですね、中国のほぼ全ての省に影響を与えてきましたが、いよいよ支払いすらできなくなってきた様子。これクーデターでも起きんじゃねえのとね、もう外国人クーデターが起きる前にですね、公務員クーデターが起きるはボケーというような状況になっているのが中国でございます。で、このまま日本もですね、この問題を放置しておくと、同じ状況起こる可能性全然あるのよ。全然あるのよ。で、それを今ね、あのね、みんなでわーわー騒いでですね、こうね、あの止めに行っているという状況でございまして。で、ちょっとコーヒー飲んでいい？その第一歩、その第一歩でですね、一番重要な成功事例、この成功事例をですね、見事今回掴み取りました。掴み取りました。ね、外国人脱退一時金というのは問題であるよねということをですね、あの市議会の場で言って、で、市議会がね、採択を取ったの、その通りだ。これは地方自治体、行橋市にとって、これは問題だという形で、多くの方がですね、賛成してくれて、公文書になったんです、これで。なったの。で、公文書になったからこそ、1700あるですね、日本の地方自治体、皆さんが住んでいるですね、市とか、町とかにもこれ配られるんですよ。配られるんですよ。ついに。俺、その文書ね、今から読むわ。もう先に読んじゃうけど、いい言葉さん。いいよな、もうね。配られるんですよ。で、これによって、地方に関しては、ある意味いいことしかないこの問題が、全国に広がりまして、で、全国でね、ゆかしみたいにですね、地方自治体を守るぞという形で声を上げてくれる団体が、10でも50でも100でもあればですね、それがそのまま僕たちの声として国会に届けられて、で今回ね、立ち上がってくれたですね、ほら、稲田智恵さんですね。私の炎上の大元、稲田智恵さんですよね。稲田智恵さん、今ね、国会というかですね、各省庁と、もうこれあまり言えないんだけど、バリバリに動いてくれてる。ゴリゴリに動いてる。もうやると決めた時の政治家の動きはすげえなと思って、私、たまげておるんですけれども、この稲田智恵の背を押すんですよ。ね、行橋市1個。で、行橋市1個の声だけだったらですね、弱い、そのまま1700あるうちのね、1個の市長庁が言う、ね、市が言うとるだけだと、それはさすがにちょっとな、まあ、正面から受け取ることができんなというのはなんとなく想像つくじゃないですか。しかし、これが、ね、50とか、100とか、なんなら1000とか、1000までは言ったらちょっと俺もう嬉しくて泣いちゃうんだけど、1000とか、ね、1700のうちですね、100とか200の議会が同じもやっぱり問題があるというふうにですね、声を上げたのであれば、あるならば、国会動かないわけにはいかないよね。ね、省庁、ね、厚生労働省とかですね、財務省、動かないわけにはいかないよね。だって国民の声だもんと。ね、そういう状況になるまで、もう一歩という状況に来てます。で、そのための大ネタである、この意見書がね、ついに通ったんですよ。これで一気に動くんです。一気稼いだよ。ということがですね、この文章をね、ある程度説明してくださってるので、これを読んでいきます。これ見てみ、ほら。1700発の弾丸。いや、そうなのよ。1700自治体があって、もう一個一個が弾丸なのよ。そら、一個のね、一区たった一つの市のですね、こういう意見書がで採択されて、それで動くっていう可能性もありますからね。たった一発で動く可能性もあるんだけれども、弾丸は多ければ多いほどいいじゃない？多ければ多いほどいいじゃない？千個の弾丸構えた稲田朋美はさすがに国会ビビるじゃない？ね、そういうことなんですよ。そういうことなんだよ。だから、今回、このね、
よし、こういうね、もともと生活保護は外国人生活保護に大元になっている年金だった一時金という外国人超特別優遇制度をぶっ潰すために、これから一気に地方自治体が動くのよ。たまんない展開来ましたよ、皆様。ごめんね、俺説明下手だけど、なんとなく分かっていただいた。ということですね、これ、コツボさんがですね、これね、上げてくださったですね、この文章ね、あ、ちょっと読んでいきましょうね。夕張みたいにさ、みんな地元の自治体がですね、潰れるの嫌だろ。でも外国人生活保護って、金額がどでかすぎて、だって4分の1が地方自治体負担だぜ。こんなもんいつまでも耐えられるわけねえだろ。で、10年とか15年でこの外国人生活保護10倍とかに増えていくんですよ。冗談抜きで、全く大げさじゃなく10倍とかに増えていくんですよ。耐えられると思う？俺たちのこの貧乏な市が、俺田舎に住んでるからわかるけど、耐えられるわけねえんだよ。これもう1秒でも早くこの状況をですね、正さないと、もう潰れる自治体も出てくるよ、間違いなく。そういう話なんです。で、それでですね、今回ついにどでかい成功事例が上がったので、これぜひね、今回はね、聞いていただきたい。そんなにね、これ、コスモさんですね、俺が嘆いって言ってたらですね、文章が。したらね、もう必死で短くまとめてきやがった。だからね、もしよかったらぜひ読んでください。今回の流れがめっちゃわかると思います。めっちゃわかると思います。もうね、もう一個言って、あのね、この間からさ、俺何も見、この漫画ね、これね、これも一緒に全国の地方自治体、1700の地方自治体にばらまかれます。びっくりでしょ？この漫画ってね、実はネット用じゃなかったのよ。これね、公文書に添付をするための資料だったんですよ、この漫画。びっくりでしょ？この漫画が皆さんの紙ベースになってですね、皆さんの市町村にお届けします。お届けされます。で、もう一個言っていいか、この漫画のこと言ったらが。この漫画をのですね、制作の中には、とんでもない名前が入ってるんですよ。地方自治体が絶対無視できない名前が入ってるんですよ。俺、それ動画で言ってるけど。ほら、見てみ。速記作成。全国市長会。元副会長、谷畑さん。地方自治体の長であるならば、絶対に分かってます。全国の地方自治体の長は、この全国市長会を絶対に無視できません。分かりますか？どこの漫画が作ったかも分かんない漫画をつけたところでですね、参考くらいで終わるんですよ。しかし、ここに関わっているのが、全国市長会だと、しかもあの有名人谷畑だと、このね、漫画がですね、地方自治体に当たるイメージは、あのね、インパクトはですね、もう最強だと思うよ。これ、それも考えてこの漫画を作ったという背景が実はございます。というわけでね、このね、堅苦しい文章だけではなくてですね、この漫画も一緒になってですね、皆さんが住んでいる、もう皆さん住んでいるところに全部絶対届きますからね。1700の地方自治体に全部に配布されることが決まったんでございます。さあ、動いてくれ、地方自治体。頼みますよ。というわけで、今回のね、ことの顛末をですね、でもまあ面白いからさ、地方からね、国を動かすというのは、こういうことなのかという。だからね、これはね、一般人の方よりもね、なんかね、地方議員各位に聞いていただきたい。地方議員各位に読んでいただきたい文章になっております。ちょっとコーヒー飲む。はい、行きますよ。地方から国政を変える方法、年金制度における外国人への脱退一時金の是正ね、このね、脱退一時金をなくさないとですね、もうどうにもこうにもならないんですよ。ここをなくさないと外国人生活保護増え続けるのみでございますから。そしてこの道は外国人生活保護そのものをなくす道にも続いてますので、安心してくれ。行きますよ。税制を求める意見書採択とね、行きますよ。同意見書が行橋市の市議会にて、賛成多数で採決。俺、行橋市ってどこなの知らなかったんだけど、調べてみたら、福岡でしょ。どっから全国に広がるのかだけちょっと言うときたいんでね。これ福岡にここあるじゃないですか。福岡からですね、これね、西の方かな、違うわ、東の方だね。もう西も東もわからなくなってますね、私ね。方にね、こういった海っ端にある行橋ところが、これ、ここがね、行橋らしいですよ。はい、小坪さん、この辺のどこに住んでるのかしら、わかんないけど、というところから、全国に配られるんだけど、はい、行橋でですね、賛成多数で採決をされました。地方自治法、99条に基づくものであり、議員がですね、発案をして、本会議に諮り、議長名で関係機関に提出をします。本意見のですね、提出先は以下の通り、まあ、この意見書がどこに配られるからだよ。さあ聞いてくれ。はい、内閣総理大臣、岸田、邪魔したらぶっ飛ばすからね。ごめんね、協力してくれよ、岸田、頼むよ。はい、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、出入国、在留管理庁長官、だから、外国人のあのもってことだよね。あと、衆議院の議長、参議院の議長、これは地方議会から国政に対して意見を述べるものであると、すごいところに届くの分かっていただいた。はい、公式に許された制度であり、意外に思うかもしれませんが、地方から国の制度に意見を述べることは許されてるんですと。1700以上のですね、自治体会議がある中で、行橋市の議会のみがですね、意見を述べて意味があるかと言われれば、期待はできないのが私、そう、一つの市議会がわーわー言ったところで、国が動くイメージあります。
ないよね。その通りなんですよ。で、あるならば、同じことを主張している市議会がですね、20とか30になってきたのは、ならどう思います？足りません。で、あるならば、100議会が動けばどうなりますかと。そう。多くの地方自治体を動かす必要があったんです、今回。はい。しかもですね、受け入れ先として、同種の政策を取り上げる国会議員がいたのであればどうなのか。ね、わかります？地方の議員だけではなくて、ね。有名政治家が言っていたらどうなのか。しかもその有名政治家が、保守だけではなくて、リベラルのね、左翼リベラルのね、と思われるね、議員がですね、先頭に立って言っていたらどうなるのか。反対勢力がいなくなるんです。意見の案としてはこれ保守の案だよね、どう考えても。しかしそれを述べているのが左翼リベラルの超有名国会議員だ。これは一体どういう状況だ。稲田さんが言ってるの、じゃあ反対しづらい。そんな状況が想定できますよね。まあ、読んでいこうか、読んでいこうか、はい。国会議員がいたらどうか、しかもね、各主要派閥から閣僚経験者が名前を繋いだらどうか、これね、さっきり言っとこうか、はっきり言っとこうか。はい。稲田さん以外にも動いてくださってる自民党の各派閥の方もすでにいらっしゃいます。で、それは大臣級ではなくて、元大臣です。動いてくださってる方、元大臣です。稲田さん以外にも、元大臣が動いてくれ、これに賛同してくれてます。これがでかかった、この状況を作りたかったんです。はい。そしてですね、各ね、主要派閥だよ。宏池会とかさ。ね、あの辺の、ね、あの辺の主要派閥だよ、岸田のところね。閣僚経験者が名前を連ねていたらどうなのか。ね、この意見書にだよ。すごいことになるでしょ。このあたりを、先のことを述べておこうと。今後こんな流れでいきますよ、という話だね。いきますよ、いきますよ。はい、まずですね、これね、小坪さんがですね、今回ですね、当社ですね、意見書です。で、これね、見事。これ読んでたらね、何が問題か全部わかるから、これね、堅苦しい文章でもないからね、ぜひ聞いていただきたい。年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書ですよ、とね。この年金制度における外国人のですね、脱退一時金を直さないと、地方財政はぶち壊れますよ、という内容のものになってます。いきますよ。はい、国民基金年金や、厚生年金のですね、非保険者で、ですね、日本国籍を有しない方が、我が国を出国する際は、脱退一時金を請求することができます。ここがね、やばい制度なんだよね。同時に年金受給資格を創出するために、将来的にはですね、無年金や低年金になるわけでございますね。そりゃそうですよ。これ要するに年金制度から脱退して今まで払った年金の何割かをですね、返してくれるっていう制度なんですよ。これ日本人には許されてませんよ。外国人だけ許されてるんですよ。で、こんな制度があって年金の前取りを許すような制度があるから、将来的に無年金になって、そして最終的に生活保護になる外国人が異常な数で増えていってるんです。ここそが問題だったんですね。そしてですね、脱退一時金の最低件数は今現在増加傾向にございますと。令和3年度は96,000件で、わかります？この96,000件がそのままですね、外国人生活保護をもらうそうになる可能性すらあるんですよ。今は4万件だよ。今4万件の外国人生活保護で1200億円とか言ってるんですよ。でもね、令和3年度見たら、たった1年で96,000件、約10万件に近いですね、この年金脱退一時金のですね、申請があるんですよ。これがこのまま外国人生活保護の世帯数に変わっていったらどうなると思う？耐えられるわけないじゃん、日本が。でもこれ、野放しになってるんですよ、今。ね。はい。過去10年のですね、累計値は、なんと72万件。72万件を超えております。どんな、日本壊れてしまいますね、このまま言ったらね。年金を受給するためには、最低10年の加入期間が必要ですが、仮に我が国に在留を続け、生活が困窮した場合、生活保護の支給対象になるんです。これ、どこか最高裁がなんかがですね、はい、外国人も生活保護の対象ですよと言っちゃってるから、これ対象になっちゃうんですよ。で、そこも是正しなきゃいけないよね。そこにも今回繋がるからね、この話は。ね。楽しみにしといて、この動画の中では繋がらないけどね。でもね、子供ら考えてるからね。はい、またですね、同制度は、再入国を妨げていないため、後に我が国で、再度就労することができますと、外国人労働者の産業別の内訳は、製造業筆頭に、卸売業、小売業、並びに、宿泊業、飲食サービス、業建設でいいのか、業建設業など、雇用のですね、流動性が高く、派遣労働が多い職種でございます。入国人にはですね、就労ビザや留学ビザであっても、やがては永住資格などの申請を行うことができるような制度になってるんですよ、日本はね。そうなのよ。永住資格を持つ外国人であっても、脱退一時金の申請を妨げるようにはなっていないんです。ね、わかります？ね、永住資格を持っていたら日本人と同じじゃん。だから、外国人だけに許された、脱退一時金の申請できないんじゃないのと思う人もいたらしいんだけど、これね、永住資格を持っていても外国人になるならばできちゃうんです。
もうね、おかしいこと、この上ねんだよ、この制度。はい、日本人はですね、公的年金を脱退することはできず、この現状をですね、放置することは、国民の間に強い不公平感を与えることになりかねません。当たり前ですよ。俺たちができないことをどうして外国人だけに許されてるんだと。ふざけるんじゃないと、それはみんな思うに決まってんじゃん。特に派遣社員が雇い止めになった場合、等の場合はですね、極めて大きな格差が生じております。無年金である外国人の増加は、将来的に、地方の財政負担につながります。もう間違いないよ。破綻する地方財、自治体絶対出てくるから、こんな。金額がでかすぎるもん。無理だよ。はい、脱退一時金をですね、請求した方は、永続的にですね、帰国をする前提であるという制度の趣旨に立ち返り、政府においては、地方財政を圧迫しないようですね、制度の是正を強く強く要請いたしますと。以上ですね、地方自治法、第99条の規定によって、意見書を提出いたしますと、令和5年度、9月の27日、行橋市市議会、行橋市議会という形で、これ出してるんですよ。これを、ね、行橋市の市議会議員さんたちがですね、そりゃそうだ、そりゃそうだっつってくれて、賛成ってみんな言ってくれて、採択されたんです。これが、同じものが、しかもね、同じものだけで、この漫画も添付されて、皆さんの地方自治体に届くんです。楽しみに待っといて。そして続けるよ。はい、令和5年の9月27日、行橋市議会の本会議において、出席議員のですね、出席多数で、本意見書をですね、採択されました。よっしゃ、よっしゃ、日本共産党、なんと反対、なんとですね、これね、賛成多数なんだけど、前回1ではなくてですね、これね、なんと日本共産党、これ日本共産党のスタンス分かったね、これでね、あいつら外国人労働者ガンガン入れたいんだな、それ外国人公金中中、外国人公金中中を許したいんだな、日本共産党。いやー、悪い党ですね。はい、日本共産党からはなんと反対党、討論がなされました。あ、でもですね、結局ね、あの日本共産党の勢力でちっちゃいからさ、賛成多数を持って、ね、この案が取れまして、意見書案からこれはね、意見書になりました。上記はですね、これで公文書になったんです。はい、そして提出先はですね、さっきも言いました、内閣総理大臣岸田、お前聞いてくれよ、おい。そして、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働省大臣、出入国、在留管理長官、長官、あと、衆議院のですね、議長、参議院の議長、党市議会の議長区内で、意見を送付すると。で、これは、1700全地方自治体にも配られるからね。はい、行くよ、1700発の弾丸、これですよね。この人ね、ちょっと中二病だからね。でもね、俺も中二病だからね、なんか読んでて楽しいんだよね。1700発の弾丸、小坪さんごめんね、俺ディスってないからね。たまにね、小坪さんね、ガチでショック受けるんだよ。ごめんね、冗談だよ。我が国にはですね、都道府県議会、およびですね、市長区村、市長、市区村、市、ちゃんと喋れ、俺市区町村会議においてですね、1700のですね、地方議会が存在します。あ、じゃあ、そうか、地方自治体じゃねえや。1700の地方議会だとね、はい、もう豪快に間違えるのが僕の特徴です。ごめんなさい。はい、前例をですね、作るというのは、凄まじく大きな意味を持つ。まあ、似たような意味かね。そうだね。凄まじく大きな意味を持つと、意見書はですね、すでに公式の前例になったんですと、このね、1700分の1である、行橋市の市議会が、決議したとして、国は重視をすまい。そうなんですよ。たった1個の市議会がですね、わーわー言ったところで、国はですね、そんなに重く取り上げないよね。またすべきではない。そらそうだよね。そんな1個しか言ってないのに、そんな重要視するべきでもないもんね。あくまで1700分の1に過ぎず、様々な議会において、本定例会でも凄まじい数の意見書がですね、採択をされたんですと。提出先はですね、送付されるものの、そのいちいちに反応して予算処置を取れば国庫が枯渇をしますよね。そう、税金なくなっちゃうまま全部言ってたらなと。よって私は1意見書に過ぎないということは述べておきますと。しかし共闘する議会が増加して1が10議会になって50になって100議会、全国1700のうちのですね、100議会とかがですね、同じことを叫び始めたらどうですか？どうですか？これもうね、この状況になって、国が動いた前例はもうあるんです！ね、あの、前例の持つ意味はですね、意外に大きいんですと。それで、しかも、地方の自治体にとってはいいことしかないから、これ本当に一気に動く可能性めちゃ高いんですよ。さらにブラッシュアップしたいところもあるが、この採択済みの意見書として、多数の地方議会にですね、呼びかけてならばどうなるでしょうかとね。はい、実はですね、一般質問の翌日が、決議意見書の締め切りであり、質問のままですね、徹夜で突貫作業で作りました。例えばね、括弧で表現してある箇所などありますが、このあたりを、このあたりは、手におはをですね、工夫して、削り落としたかったと。そうすると文字数が増えてしまって1枚から超えてしまうので苦肉の策、もう少し時間があればという思いはありました。でもまあまあいいよ、通ったんだったら何でもいいわ、うん。過去の実績、全議会への送付いきますよ。佳境だよ、ここからね。私は3回にわたって、全地方議会への決議意見書の協力要請を行っているんです。これもうすでにね、あの過去使って成功した手法をそのまま持ってきてるっていうところがあるんですよ。ただその時よりも規模はちょっとどでかいんだけどね。じゃあコーヒー飲んでいい？
俺たち全国民の未来に直結するから、話はね、もっとでかいんだけどね。じゃあどういう手法ですか？そのね、一例がね、一個があるんだ。この例、ね、過去成功事例となしたこの件ね。一つ目はね、赤旗。ね、日本共産党の新聞、赤旗というありますよね。これはですね、自民党の本部から、全47都道府県連に通達が発出されるまでに至りました。これ、一個の意見書からね、小坪さんの一個の意見書から、自民党本部に行って、自民党本部から、すべてのね、都道府県に通達が出されるという状況になったんですよね。各地方議会で、採択されるためにニュースになりました。2010年の私の活動では、こう一部記事になっています。それがね、こう短い記事なんだけど、ちょっと読んでみようか。はい、赤旗庁舎内勧誘、全国議会に実態調査を求めて、陳情書、床橋市議福岡。これ簡単に言うとですね、なんかね、日本共産党のね議会の人間がですね、この各市役所でですね、なんか新聞赤旗を取れよと、新聞赤旗取ってますか？取りなさいよみたいな感じで話ね勧誘活動をしていたんですよ。それっておかしくねえかと、それおかしくねえかと、なんで日本共産党の赤旗だけがそんなこと許されてるのという話な、その話なんですよ。福岡県湯川市のですね、共産党市議らが管理職の職員ね、これ市役所のね、管理職の職員を対象に政党の機関紙、新聞赤旗の購入をですね、勧誘して、市役所内において配布、そしてなんと集金までしていたという問題で、是正に取り組むですね、小坪信也湯川市議会がですね、全国47都道府県と1700余りの 市町村の地方議会にですね、同様の行為がないか、実態調査を求める陳情書を発送しました。共産党議員によるですね、勧誘は全国の自治体で慣例化していると見られまして、立場を利用した心理的な強制に当たる可能性もありますというようなですね、意見書を出したんですよ。で、これが通ったっていう話なんだけど、その中としてですね、後に市役所市議をですね、辞職しやがれと、爆破予告でですね、脅迫を受ける事態になりました。小坪さんですね。あと共産党の市議会議員によって、小坪がヘイトだから爆破予告が来たんです。だから、そもそも小坪が悪いんだってですね、なかなかむちゃくちゃ爆破予告を受けてる側が悪いというですね、おお共産党怖えよみたいな緊急動議が提出されまして。なぜかですね、公明党らが、賛成して可決、ヘイト決議の全国初の事例になるというですね、どえらい目に遭うとりますな、小坪さんな、はい、およびですね、外国人が、無尽蔵な、扶養控除を取得をすることで、非課税世帯となって、地方自治体で提供するですね、セーフティーネットが、ただ乗りされていると議会で告発をしました。今回とよく似てますよね、これね、外国人特権の公的な証明の国内唯一の事例でございますと、そして会計監査院、これ会計監査院動かすのって、もう普通じゃないからね、多分ね、詳しい方だったらわかると思います。会計監査院動かしたの？はぁーって多分みんななると思いますけど、このおっさん動かしてるんですよ。もうわけわかんないだろ。俺もなんで動かしてんだかよくわからん。でも会計監査院が動いたんです。事実なんです。しかもこれが財務省に突入をしてるんです。はい。NHK のですね、報道になりました。調査対象の7割が、無税となっていたことが判明。さらにですね、意見書をですね、全国に発送。多数のですね、採択の結果、国の税制のですね、設計図ですね、に明確に記載されました。後に税制に見事に反映されました。これはですね、制作資料漫画を添付していますと、今でもね、これ前回ね、俺ずーっと昔ね、そうとは知らずね、その漫画をね、動画にしたことがあったんだよね。あの辺で小坪さんと知り合ったんだけどね、ぶっちゃけね、うん。今でもね、一部議会では有名な資料でございまして、キャラクターやタッチ、決め台詞なども一定の市民権を得ておりますと、ただし地方議員の間のみでと、またですね、ウイグル国会決議に関して、地方議決をですね、100以上の自治体で採択に導きました。これね、皆さん覚えてます？1年くらい前なのかな、もうちょっと前かな、だから国会でさ、全然ね、公明党の邪魔が入ったのか、何の邪魔だったのか分かんないけど、国会がさ、ウイグル決議で中国非難のね、ウイグル人ジノサイドをやめるんだという決議をですね、なんかうまく採択できなかったでしょ。これで何やってんねえ国会って言った。俺も動画で聞いたことあったんだけど、その後さ、俺感動したのが、地方議会はですね、どんどん地方議決ね、このウイグル国際決議に関して地方議決をどんどん上げていったじゃん。なんか中野区とかさ、もっと田舎のさ、市町村長もさ、どんどんですね、このウイグル人ジノサイドを許さないと中国やめるんだみたいなですね、決議をですね、どんどん地方会議がこう議決していたでしょ。これで俺は地方っていうのはすごいもんだみたいな動画を作ったんだけど、この裏にいたのは実はね、このおっさんなのよ。ぶっちゃけこの二人なんですよ。この二人なのよ。俺ね、言ってくる、これ、小坪さんにだけメッセージ伝えて、小坪さんさ、何ヶ月も前にさ、このことをね、僕に多分一生懸命説明しようとしてくれてるでしょ。僕ってこんなに頑張ってるんですみたいなんですよ。認めてみたいな感じですね。なんで俺にそんなことを言うんだとか思ってるんだけど、このことを言ってたんだけど、小坪さん、俺ね、分かってなかった。ごめん。あんた裏にいたのこれ。俺今日の朝ね、この文章を読んで、このウイグル国際決議の裏にいたのって、あんたたちだったのねと。あんたたちだったんですね。いや、これね、木下義信さんね、大阪のね、この木下義信さんもですね、これ力を貸していて、この二人がですね、まあ、中心だったのかどうかわかんないけど、ゴリゴリに動いてですね、地方の議会で、このウイグル国際決議ね、これ、ウイグル人ジェルサーを辞めるという決議が、どんどん進んでいったんですよ。
このおっさんがね、大元で動かしてたんですよ。で、そのことをですね、多分ね、分かってほしいと思ってね、電話でね、俺にちょい電話してたんですよね。コスモさん、衝撃、コスモさんにとって衝撃のニュースをお届けします。僕、この文章を読むまで、分かってませんでした。いや、ごめんな、コスモさんね。俺ね、コスモさんさ、文章も長いけど、話も長いんだ。だからね、俺ね、あんまり聞いてるふうをしてですね、マジっすか、すごいっすね、って言いながらですね、全然話聞いてない時あるんだよ。え、多分ね、そのフェーズに私が入っていた時だった。ごめんね、コスモさん、申し訳ない。コスモさん、もう理解して、国立理系のお話はですね、難しすぎて、長すぎて、私立文系はですね、10聞いたら、0.2 くらいしか分かりません。でも今回分かったから許して。ちょっといらんこといっぱい言ってしまった。話戻します。ちょっと謝っときたいなと思ってね。本当に熱烈に語ってたんだけどさ。もう何言ってるか全然分からなかった。難しい。どこだっけ。そう。地方議会をですね、これウイグル国際決議に際して、地方議決をですね、100以上の自治体で採決に導いたんですよね。日本ウイグル協会との共同作業となりました。同パッケージのかなりの書面は、この小坪さんの作品であって、事務統括として陣頭指揮を取りました。また政令市議連においては、会長であった木下さんですね。これ、はい、みんな大好きな、ね、木下義信ですよね。これ大阪のですね、安倍の区でですね、維新の会がですね、猛進撃を見せる維新の会からですね、なんとか自民党の議席をですね、一個守り抜いたですね、木下義信さんですね、この人自民党のね、裏のドンじゃん、やめてこう、偉い方ですよ。この方も協力をしてですね、国内20カ所以上の政令指定都市に、資料の提供がなされました。政令指定都市にね、こんなん出せるのね、もうね、この人動かすしかないんですよ。すんごいんだから、本当に。で、実際のですね、全国への、決議意見書のですね、要請については、明日の記事でもう少し詳細にお伝えしてくれる、明日というか今日出すの、今日かなこれ、明日かな、出すんだね。地方議会がですね、どの程度のですね、国政への反映能力を持つのかという実績中になりますとね、これらはですね、ネット上で広く周知をされ、まとめサイトを含め、共に戦いました。インフルエンサーという言葉が誕生する、さらに前の話でございますと。だからこれね、多分この後共有されると思うんだけど、地方議員の方をね、ぜひ見ていただきたい。もうなんなら別に自民党じゃなくてもさ、もう、いいよ、立憲とかさ、あの辺のさ、参政党とかさ、あの辺のさ、地方議員の方もさ、見といた方がいいと思いますよ。これ本当にすごい手法だから。はい、地方議員の持つ権限、手続きを持って公文書を生み出す能力とね、いきますよ。今お読みいただいた文章は、元はただの文字データに過ぎませんでした。文字データでございました。あ、ここからはですね、小坪さんのね、中二病が出てきますからね。中二病の方以外はですね、読んでてですね、なんだこいつみたいな話になると思いますので、ご注意くださいね。でもね、僕も中二病だからね、なんか楽しいんだよね。私のですね、PC モニター上に誕生したワードレッツ、られたただのデータだったんですよねと、ただのデータですよ、ワードを言っただけだからね。それが印刷をされ紙になって所属議会の議員に配布をされ、議連じゃないの、まあ、いや事務局やらいろんな手続きはあるのですが、出席議員のですね、過半数の規律をもって法論拠のある公文書を生み出す能力が地方議員に付与されたスキルですと。いや、そうなんですよね。だからこういう形で本当にね、きっちりと調査をして、これは正すべき内容だということをですね、文書にすれば、それを公文書にする力があるんですよ。で、公文書であるかどうかっていうのは、どのくらいの大問題なのかっていうのは、高石さんのあのね、例のね、コニタンとの一件ね、あれを思い出してくれればわかるでしょ。ね、公文書が否かっていうのはめちゃめちゃ大事なんです。で、地方議員はちゃんと公文書を作る能力を与えられてるんです。はい。これ本当に大事なところだと思うわ。これにはですね、法律や条例の調査能力、事務要領のですね、読み込み、そして各種資料の収集、ワード1枚にですね、文字数を抑え込むというですね、特殊な分泌力、それなりに高い能力は求められますが、実は地方議会でも国の制度改善を求めることはできるんですと。むしろですね、一部の制度については地方からの打ち上げなくしては改善ができないんです。特に今回のね、まさに今回のあの年金、脱退一時金、年金脱退一時金っていうのは、これはもう地方からぶち上げるしかなかったんです。だから一生懸命作戦練ったんです。はい。国が定めた法律で運用されていたとしても、法定受託事務として地方に移管をされてしまった事務は、特にそうなんだと。例えば生活保護の窓口は地方自治体でございますので、制度実態に最も明るいのは、実は地方行政なんですよ。だからね、生活保護の問題をね、国会議員に直せって訴えても、どうしていいかよくわかんないんだよね。地方から出すしかないんです、これ。びっくりだろ。俺も今回の件で関わらせてもらってびっくりだったわ。地方議員にわわわわ訴えていても何にも意味なかったんだよね。
もう本当の難しい法律は、はい、決議はですね、意見書は、地方議員からしか提案ができません。請願の場合はですね、紹介議員が必須ではございますが、民間の方も書くことは可能ですと、議会手続きに付す、決議書、決議意見書はですね、これ議員提案でなければならないんだと、これこそが地方議員の持つ本来の権限、そして国を動かす一つの武器なんであると、それがね、地方自治法99条なんだと、おわしも知らんかったわ、ネット上ではですね、あれもこれもだと絵に描いた餅がですね、多々語られますと、意見書にはですね、基本的に A4 1枚に収めるんだとね、これ A4 1枚にね、収めなくてもいいらしいんだけれども、でもね、やっぱ A4 1枚に収めて、ペラ1枚でちゃんと回せる、表現されてるっていうことは、すっごい大事なんだって、その後テクニカルなところだけどね、はい、故にですね、一点集中突破とならざるを得ませんが、制度改善を含む国政への反映を行うことができる仕組みは、実際どの地方にも存在するんですと、全国の議会に実際に呼びかけて変えてしまった事例はあるんですと、私はその実績を大量に持っている地方議員でございますと、はい、このね、全国の地方議会に呼びかける漫画と動画の本当の意味とね、ここは隠しても仕方がありませんので明記をします。ここに前例はできます。これここから面白いよ、俺もちょっとかかってくるよ。ここに前例はできました。当職のですね、また当ブログ読者 のですね、過去の慣例に習って全地方自治体へのですね、発想を持って国政における制度疲労を改善して見せたいと考えていますと、まあ見てろと、やってやるからと、時にですね、制作資料漫画は楽しくお読みいただけたでしょうか。はい、こちらでございますよね。どこだ、これ面白かったでしょ、これ分かりやすかったでしょ、これすごくいい漫画だったでしょ、これのおかげで理解できたでしょ、結構ねいたもんね。はい、ね、どこだっけ、大行な表紙が付けられて、出展や奥付けでいいのがございました。ウェブ漫画としてもですね、300万人以上が閲覧をしたものでございまして、ネット用だと思ってらっしゃる方もいおられるようですと。なぜ表紙がね、この漫画に表紙があったのか、表紙あったの、ちょっと俺、覚えてないの。ごめん、こつぼさん、俺覚えてないの。表紙どれ、あ、これか、これだ。こっから、これ表紙なんですよ。なんで漫画にこんな表紙があったのか。そう。これ公文書に添付される資料なのよ。そういうことなのよ。ねえ、それはですね、意見書案のですね、添付資料として作成されたものだからですと。あの漫画はですね、全国の議会に共有をされ、正直言いますと、大騒ぎになるでしょう。わかります？皆さんが住んでる議会にもですね、この漫画行きますからね。行きますからね。多分ね、知り合いのね、あの政治家の方がいらっしゃったら、市議会議員とかいらっしゃったら、ちょっとあの漫画見たいんだけどって言ったらですね、あの紙ベースでこれ見ることできると思うよ、多分。わかんねえけど。多分そういうことだもんだって。ね。そしてですね、故に出典が必要であり、きちんとした表紙が必要だったんですよ、と。これはね、実はですね、ウェブ用ではない、初期設定からウェブ用ではないんだと、企画段階からですね、議会向けの資料として作成をされまして、先行してネットにも放流したのみであると。もう一度お読みください。実はパーツに過ぎないんだよ、と。ね、これね、これ概要欄貼っとくから、まだ読んで。はい。タイトルはね、年金を解約できて、一時金をもらった上に、ね、前借りですよね。老後は生活保護を受給することができるというですね、衝撃の実態でですね、こんなんしてたら、お前社会保障なんかぶち壊れるわこんなもん。はい、一つのピースとして意見書の前例はここに完成をしました。地方議会はですね、3ヶ月ごとに開催をされます。次のですね、定例会は、はい、12月の議会でございます。わかります？12月だよ、年内12月ですよ皆さん。はい、3ヶ月で飾れるか、12月の議会ですと。いや、決議意見書の締め切りを考えれば、11月の半ばには全国1700のですね、全議会に対しての発送を完了させたいと。今もう発送準備入ってます。コスモのおっちゃんたち仲間と一緒に入ってますからね。うん。期待してて。ここにですね、厚労省や、出入管理などとの事前の打ち合いが並列処理をされるんですけれども、まあ、なんとか交通費はきついですけれども、とね、このね、小坪さんね、こいつね、この見え張ってですね、なんかね、古いレクサスに乗ってるらしいんですよね、小坪さん。レクサスは古くなってもね、これ維持費高いと思うから、俺みたいに軽自動車に変えたらどうだ、維持費は安いぞ、事故った時大変なことだと思うけどね、まあ、やめとこ。そしてですね、地方が、ここかな、はい、余談になりますが、漫画を公開する際、あ、これそうなのよ。漫画を公開する際にボタンを押す国会議員の姿などは QR コードとして印刷して全議会に配る予定でございますと。ね、わかります？これ何のこと言ってるかわかる？これのこと。俺の動画の中でさ、これ流してるじゃない？これね、この漫画ってね、この漫画を公開したのは誰なのか。はい、リベラル議員と呼ばれるですね、これね、稲田朋美さんなんですよ。稲田朋美さんが自民党の元大臣でね、清和会の偉い人で、日本最大派閥清和会の一番じゃないよ、偉い人でね、で元大臣で、しかもなんか防衛省の大臣だぜ、やばいんだぜの大臣で、かつリベラルとね、今では言われてしまっているこの稲田朋美がですね、この年金だった一時金、日本の国民の皆様知ってっつってスタートボタンを押したのはこの人なんです。この事実がでかいんです。どうでかいのかね、わかります？はい、これはですね、あの国会漫画を公開する際にボタンを押す国会議員の姿は QR コードとして印刷して全議会に配る予定です。つまりね、この動画の QR コードが、この公文書に添付されるんですよ。結果的にスマホでピッと読み込めば、これが、稲田朋美がこれに賛成してるんだという姿がですね、全議会に映るんです。
これがどんだけどでかいことか。ね。で、各地方議会もですね、国会議員がもうすでに賛成をしていて、一緒に動くんであればという形で安心するでしょう。間違いないですよ、それはね。はい、アルマパーツの一つで、これが本当の動画の使用用途だったんですと。稲田智美先生に対してのネット上の風当たりっていうのは強いけれども、党内リベラルへの牽制が完了していることは、ね、わかります？自民党内のリベラル派、もうね、保守系よりも圧倒的に多いとされる自民党内のリベラル派への牽制が、ね、完了してるってことがわかるでしょ、これで。ね、完了してることは、地方、各地方議会にとってはですね、安心材料なんですと。ね、これに、うかつにね、保守系のね、案にね、こう、うかつに賛成をしたらですね、もう、あのね、保守系よりもね、でっかい団体のリベラル団体から総叩きに遭うということがないんです。この動画を見れば地方議会の方々はわかるんです。それが QR コードで添付されてるんです。もう、ようやった、ようやった、本当ね。そしてですね、ついでに書きますが、全自治体会議に発出される文書に印字をされている動画 QR コードですが、一人ではございません。わかる？稲田さんだけじゃないということだよ。はい。他のですね、巨大派閥からも、大臣経験者が次々と今手を挙げてくれてます。それが QR コードで流れます。この動画では流れません。流れません。もうこれはね、議会、議員の方だけに見ていただければ十分でございますから。ね。あの元大臣もみたいな話で、ビビると思いますよ、皆様。はい。なぜ保守系側とポカーンという感じで、次に登場の、先生たちが見ている感じでしょうとね。私はですね、最初からたくさんと言ってました。一人目で、稲田さんでですね、ちょっとネット上の衝撃がでかすぎてですね、大騒ぎになってしまいましたよね。うん、だから、二人目以降のですね、公開を今ね、見送ってるという状況です。あまりにもでかすぎたんでね。はい。で、明日以降においてですね、過去の実績の詳細及び、効果測定をですね、アップいたしますと。ね、俺これを読んでないから知らないんだけど、何あげるんだろう。これはですね、他の議会への過去の活動のリマインドを含みますと。ああ、なるほどね。ああ、だから教科書的なものをあげるのかな。そのためですね、本記事のみならず、明日以降の記事については、強く拡散していただけると、採択率がアップすると思いますので、協力をよろしくお願いしますという形で、これははい、拡散協力しますわ、ツイッターでね。はい。かつですね、ネットとリアルの架け橋としてとね、地方議員と国会議員問わずにですね、ネット上には公式な手続きを伝えた時代がありましたとね、でも今はですね、いろんな攻撃を受けちゃうから、なかなか伝えられないんだよね、と。さて、勝ちに行こうかと。でも、ごめんね、この辺からね、中二病全開だからね、もう許してくれ。でも俺はこういうのでね、熱くなっちゃうんだよね。すまんね。さて、歌詞に行こうと。昨今のネットは成果に飢えていた。そうなんですよ。叫ぶだけ叫んで、何にも変わんなかった。僕、そんなんばっかりだったよね。でも今回は、必ず勝っていただくから。ね。はい。成果に飢えていた。これ成果ですからね。はい。言うだけで終わり、現実が変わらない。リアルを変えるんであるならば、リアルの手続きを使う必要があるんだと。アニメのセリフを真似て、大丈夫、私が来たと笑うと、泣きそうな顔をした友達がいるとね。ちょっとですね、共同体でいいのかなの方におりましたが、少しだけ前線に見て出てみようじゃないか、今だけと。始めるときのいつものフレーズを書くと、それぞれのものが、それぞれの立場で、なすべきことをなそうじゃないか。本物の地方議員の後ろ姿を見ていただきたいという内容でございます。はい。ということですね、これ分かっていただきました。分かってる。ちょっとコーヒー飲んでいい？だいぶめっちゃ話しない。だいぶ何分だったんだろう。分かんねえよ、測ってないから。はい、ということでですね、わー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 言うておりました。はい、このね、外国人生活保護のですね、大元のですね、はですね、このですね、外国人だけに許された超特権、年金の脱退一時金、年金の前借り制度、日本人は絶対できないからね。はい、これによって、将来、ですね、無年金の外国人が山ほどできてですね、そして法律でね、なんか裁判所が認めてしまいました。外国人もですね、生活保護を受け取ることができると認めてしまったので、生活保護をですね、受け取る外国人が、どんどん増えてます。ね。これをね、この増加を止めるには、まずは年金脱退一時金。まずは年金脱退一時金を壊さないといけないんです。で、これは、宣言職は、これは外国人生活保護そのものを壊す第一歩になるからね。そこまで計画、私聞いてますからね。ということですね。これでっかい動きがありました。ネット上の騒ぎだけではもう収められませんよ。もう止まりませんよ、これで。もう止まんねえよ。だってお前、市議会でこれです。意見書採決されましたからね。これがですね、公文書になったからね。この公文書がですね、日本にあるで1700あると言われるですね、地方議会全部に、この漫画を添付した状態で、しかもこの漫画の制作の一人にはですね、はい、全国市長会、絶対に地方自治体が無視ができない、超巨大組織、超強力組織、全国市長会が名前を連ねてますからね。これはもう大騒ぎになると思いますよ。これはもうものすごいインパクトあると思いますよ。はい。ついにですね、これね、やー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 言うとったのがですね、いろんな意味で動き出しました。あ、ほんでね、これね、稲田さんもですね、
すっごい動いてます。これね、稲田さんの動きはですね、まだ公開したらちょっと影響が出てしまうので、ちょっと公開実はできないんだけれども、僕も全部は聞いてないしね、聞かせてくれないしは教えてくんねえよ、そんなのな。でもね、俺がね、聞いてる範囲でですね、この稲田さんのね、動きをですね、報告するんであれば、ね、最高速度で動いてます。最高速度で動いてます。そして、いやー、これ言うと問題あるな。無理です。稲田さんがですね、これね、ある宣言をしたんですよ。国会のね、脇道の廊下でですね、ある宣言をしたんだけど、これ言うとで、ね、元大臣がね、そんなん言ったらお前は大問題じゃっていうことをですね、言って、でもそれの内容っていうのは、何があってもこれは、止めるからと。この年金だった一時金というのは何があっても改正するからとですね、とんでもなく強い意志をですね、見せてくれてます。これ、やっぱりね、やっぱこういう大臣になるようなですね、政治家がですね、本気で動いたらね、すごい速度で動くよ。すごいぞ。俺1年いないとか言ってたけど、これ1年いらないぞ、これこのままいったら。でもね、次のこの全国が動くかどうか、つまりこのね、全国地方自治体の全国1700ある議会がどのくらい動くかどうか。これによっても速度変わるんで、もしお知り合いのですね、市議会議員さんなんかいらっしゃったらですね、ちょっとだけこの問題投げかけてみてください。それでいいですよ。あまり深く関わるのって嫌じゃない？政治って。怖いしね。うん。だからね、でもね、皆さんが住んでいる地方自治体に、間違いなくこの漫画とですね、このね、大成功事例、ゆかしのこの意見書が届けられますので、間違いなくね。で、それをですね、今、準備をですね、小坪さんが一生懸命してですね、いや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 、資料作っておりますわ、多分ね。頑張れ、小坪さん。もう、あんたずっと働いてんな。大丈夫か、本当にな。もしかして、木下さんも頑張ってんのかな。どうぞ、わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。ついにですね、これね、動き始めましたので、またですね、でかい動きがございましたらですね、皆さんにお届けしたいなと思いますので、ちょっと、もしよかったらチャンネル登録お願いします。はい。ということでね、これね、ほんとね、リアルで動いてる政治っていうのはすごいぞ。なんかもう、旗で見てて、俺、興奮止まんねえもん。止まんねえもん。お前、動画でわーわー言うとっただけのね、この漫画がですね、お前全国のお前地方自治体に配られるんですよ、これ。ねえ。そんなことあんの？でもあるんだよね。配られて、で、もう、ね、国会議員はもう動き出してるし、だって日本最大サーバーズの清和会がやるっつってんだから。いやー、もうね、ゴリゴリで動く政治はね、楽しいですよ、ということで、小坪さんの動画を終わりたいと思います。